とステージ行った。やめてそれ本当に。体熱っ。でも行った。助かった合計43,000。なんじゃいこれ。うわ気持ち悪い。ちょ待って、もう分かるわ。手錠すんなよ。よし、してんねんこれ。ちょっと気持ち悪いって。じゃあごめん、これもお願いします。脇腹つった。可愛いのにな。持ちメダルで当たりました。うわ、間違ってペルセポネかなんか出てこへんかな。ペルセポネでいい。うわ、やっぱそらそうやわ。そらそうやわ。ジョーさん乗っけて。はい、まあ80ゲーム、まあ普通っすね。行きましょう。あかん、ラストゲーム、何にも起こせんかった。はい、というわけで80ゲーム駆け抜け304枚でした。やっぱあれやな、フリーズチャンスで行くしかないわ。バースエンジェルでフリーズしかないよ。正直ほとんど覚えていないですけど、フリーズさえ引けりゃ逆転するタイです。それぐらいじゃないですよ確かに。まあ、だって普通に連中することはまあまあ当然あるけど、フリーズで何セットみたいなこうドンっていっちゃえば逆転はできるんですけど、正直富吉も今日は多分まあ勝ちはないでしょう。おっ、惜しい。あれ？いきなり？Why？
別に鍛えられないよね。次回予告外れる？あお、わ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 お、次回予告外れんの？はい、チャンス目です。いやー、おー、チャンス目でチェリー、ドキッとするわ。やっぱりあの音がいいよね、あのリロックする時の。メイクモード、リプレイを揃えばチャンス 4連で大チャンス。4連で、これ出すとどうだい。2個半はちょっときついでしょ。お、すごい、なんかもうゆる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 してるよ。え、負けんのかい。で、今こうするでしょ。総投資5万。ちょっと富吉にむしろいっぱいつけてやろうかな。もう実戦負けたのはもう時間的に厳しいから、あとはつけてやろう。持ちメダルで当たった。速攻天国上がって、速攻天国上がって持ちメダルで当たった。誰だよ。事故れ事故れ事故れ。気持ち悪い。マジか。じゃあ俺近くで打っとこう。さあ、泣きの最後の5戦、プチュン。もうなんでここ打ってるかというと、何が一番メインかというと、富吉の様子が見たいだけですよ。なかった。みんななんかね、富吉に近づくとビビって声かけないですよ。なんか声かけようとした人がいたけど、なんかゴキブリを見てやめてた人がいた。そう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 、完全になんか富吉に声かけようかなっていう。大成功ですよ。めっちゃ面白かった反応が。うわっ、えっみたいな。ありがとうございます。今日どうですか調子は。N 来たわけ、頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。終わりましたね。じゃあちょっと残ってる枚数をトム吉に上げるタイミングで最後の仕掛けですね。これ上げるわ。
一個しか入らなかったけど。ちょっと待って、これなんか特殊薬ちゃう？おかしいっすよね。紫なんだ。ああ紫なんですね。うん、おい91ゲーム何よ。まあでも犬やからね、多分出てくるの通常時やからね、ちょっと弱い。まあまあまあ、でもつなげてるんで、よしとしましょう。あ、中断ありましたね。中断来たな。ちょっと頑張ろう。ちょっと頑張ります。僕よーしょーらーよーしょ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 ーまず頑張ろう。いけるいけるで、はい、150ゲーム十分でしょ。で中断機能もあったんで180スタート、ワンチャンワンチャン。あ、しかもなんか上から、まあとにかく今日はちょっとあのやっぱちび姫事件ですよ。ただまあ次回にね備えてちょっと今日の店内状況をしっかり見て、どこが一番良かったかっていうのはね、正直やっぱりカドニーが強いっていうのはもう変わらずですよ。オキロキもそれさカドニーで、こっちもカドニーで非常に良くて、外線もカドニーと奥のそっち側のカドニーなんで、もう綺麗ですよ。綺麗綺麗にカドニー角に、まあ、なんだかんだサラバも番長2も角にだしね。いやまあ全体見た感じはやっぱ角にやなっていうのは、まあ、前回も思ってたんで、今回は本当にちびひみさえなければ角に行ってたんですけど、まあ次回は何があっても誰がどうしてもカドニーに行けってことなんで、次回はカドニーに行きます。あるぞチャンス以外。あー30来た、中断機なんだ。またフリーズしてる、なんでやなんでや。おーしょーしょー、プレミアムフリーズしてね、しょーしね。おーっと来た来た来た、もうちょもうちょもうちょ、弱いな弱いな僕。もうなんでや。でも残りゲーム210、あれ何、なんでこんなフリーズするんですか。なんでやろ、ボタン。ああ、来た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 、これやからループ工 10% ついてるやつっすよね。いいよいいよ、いいよ、ワンちゃんワンちゃんで、ね、ワンちゃん、ね、60ゲーム、まあいいでしょういいでしょう。
残り268ゲーム。チャンス以外、チャンスか。10ゲーム、10ゲームでも乗ってくれば嬉しいです。で、赤の宝石、続け。あ、続いた、続いた、あるよ、あるよ、もう一丁。あ、来たー、やったー、強い。ボタンウリス、リングみたい。いやーよかった。これ A 台なんかもしれないですね、初当たり多いから。まあなんとかつなぎ止めました。うわー、ちょっとマジでペルセポネがなんか出てきてほしいな。ペルちゃん、ペルちゃん、ペルセポネ、はい、ですよね。70ゲーム、まあまあまあ、そこそこです、そこそこ。先輩、行きますね、行きましたね、一撃。はい、裏の背はなしと。はい、というわけで、420ゲーム、1170枚でした。けど、途中で2回ジャッジメント、直撃させてるんで、ループストック。ある可能性があるんでね、期待しましょう。お、ちょっと怪しいぞ。3回目、もう一丁。あー、4回目。うわー、いやー、あー、来た。あー、行きましたね、ループストックありました。おー、そうそうそう、いいぞいいぞ。中断、中断違った。はい、ヤバイ、30ゲーム。あ、超えた超えた。なんだね。あ、100ゲーム上等。え、1645万円、マクレンチャー。あ、まくれるわ、まくり確定や、まくった、やった、久しぶりに勝った。最近ずっと負けてたし、ストック分消化して520ゲーム、1497枚、一撃。まだあってほしい、まだあってほしい、可能性はある。もうこっからは純粋にプラスですからね、出るだけ。はい、というわけでこれでストックもなしということで、お時間もやってきたということで、ここで実戦終了したいと思います。ありがとうございました。はい、ということで結局ね、その
実戦終わってどこが正解やったかっていうのがね見えへんみたいなところあったんですけども、僕最後に打ったハーデスって結構上の挙動やったんちゃうかなと思うわけですよ正直。でハーデスの島全体的になんか強かったイメージあるんで、今日の正解はハーデスやったんちゃうかなっていう風に、まあでも凱旋も強いですね正直、うん、凱旋ほとんどプラってるんで、そう凱旋ねスランプグラブ見たらほとんどプラってるんですよ。せやからまあ凱旋とハーデスやっぱり何やろ配置換えしてまあ目立つ場所に来たというだけあって今回の目玉は凱旋とハーデスやったんちゃうかなと思います。お疲れ様です。はいお疲れ様です。第4戦終わりましたね。もう声カスカスですわ、はい、声がなんでいや分からないです。騒ぎすぎとりあえずヒートアップしたら毛ついてますよ。なんかついてるこっち。えちょっと嘘やろ。ちょっとほんまに。ちょっと待って。早よ取って。ちょ早よ取ってって気持ち悪いからもう。なんちょもう。じゃあもう早よどけ。かかって。あの実践の後半ずっとついてるから。じゃあもうお前まだあんの。だからあの後半、まだあんの。後半は誰も声かけてないでしょ。こいつちょっとマジ首にせえ一回ほんまに全然俺にプラスになってしてくれだって人が見てやめようっていうのを結構見てそりゃそうやろパッと見めっちゃリアルなし呼吸振りついとるとかもえげつなすぎるでしょ、うん、作戦成功ですわ。結果発表しましょうか、はい、ではまずトムさんから結果を発表したいと思います、はい、まずサマイスポイントが0ポイントそして人気ポイントが33ポイント。うわごっついな、うん。いいよ。やっぱり。合計が33ポイントです。素晴らしい。33ポイント。で続きましてトメキさんの結果発表したいと思います。はい。サマイスポイントが1ポイント。1ポイントよし。1ポイント。いやそれだってもうほんまに。ほんまにプラス100枚ぐらいだった。あマジで。あやるやん。もう最後にもう微妙にまぐれました。あと金返せ。あせ。やっぱうんまあ、うん、まあね5000円2000円。ゴキブリでも俺5000円分ぐらい辛労がたまったね。知らねえよわけやろそんなもんちゃんと出していい。分かりました、はい、ちゃんとで人気ポイントは人気ポイントが66ポイント。 66? 合計67ポイントです。完勝ということではございませんか。でもまだ勝負はまだこれからなんで。あ男気なんじゃないか。男気対決があります、ね、でもこれ今現時点ではだいぶ前回の時点でだから30ポイントの差で前回もそれぐらいの差だから60ポイントぐらいの差なんじゃない。前回の時点でトムさんが勝ってるんやっけ。前回は125ポイント対150ポイントでトムキさんが俺がリードリード。あやしますます開くとなんで今59ポイント差ですね。新規だってどんどん減るやん本来は。ここに来て増えたんですごいなみんな。だからここだって2000人ぐらいいるよ今。それだったらボンクラの集まりでしょ。2000人もおって1950人ぐらいが実践中無視しとったわけでしょ。そうですよ。いやえげつないで。えげつない。それも切れていいところですから。いや切れてる俺はマジで。でどうなんですかね、はい、今回のあれは何なんですか。今回の対決は板割りタイムトライアルです。板割りタイムトライアル。なんかマリオカート的な感じ。どんな感じですか。行きましょうよ父さん。はいよ先に行ってもいいよ。いやここはね負けてる人から行った方がいいんちゃいます。いや後で行った方がなんかタイムを見てそれを超えようってこれ同時にじゃないの。同時にじゃないです。一人ずつって。タイムトライアルだから。タイムトライアルだから。いやほな俺から行こうか。うんでそのタイム俺倒したよね。こうしたらそうそうまあまあ目標できるし、まあ、有利は有利やね。うん有利、うん、分かった。ほな俺から行きますわ。
では板割りタイムトライアル、よーいスタート。とっい、しゃよしよしよしよいしょー。でこれならせんやね。はい、うわびっくりした。ちょお前ちょもういい感じしろなあ。じゃあいい加減しろよ。え、なんなんかあんの。じゃあ何してんの。何してんの。いい加減しろよ。え、なんだちょマジでなあ、ビビった。じゃあもうほんまなんかほんま外国の感じこれ。あ、いいでしょ。外国のホームドラマみたいな感じ。ホームドラマ、ホームドラマのいたずらみたいな。じゃあほなトムさんが9秒76。でもそれ持つ人も結構大事やで。そうやね、持つ人も大事。では続いてトムさんの挑戦です。はい、それでは板割りタイムトライアル、よーいスタート。おいおい、早い。おい、おい、おい、ちゃんと持って。え、え、まだあと1番あんの。え、5枚割ったので大丈夫です。びっくりするわ、びっくりするわ。ちゃんと持ってる。多分ずれたんだよ。いや大丈夫やって、大丈夫やって。大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫かな。ちょっと検証してもいいですか。検証検証。おい、おい、それでは板割りタイムトライアル、よーいスタート。おいおい、早い。おい、おい、ちゃんと持って。おいしょ。おい、ちゃんと持って。検証の結果、富吉さんが板を受け取るときに体勢が不十分で、そのせいで遅くなったということで。いち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 何癖をつけてくる。なんかつけるよね。まあディレクターですよね。俺のファンだからね。いやでもちょっとね、あれは僕も、うん、やってる最中ちょっとほんまに申し訳ないなって。じゃあ直すわけにもいかへんのよあれ。わかるでしょ。わかるわかる。人の振ってる間にね、そう、拳振り上げてあるところでペアって直すわけにもいかんかったから、うん、ちょっと確かにそれは認めます。はい、やった。っていうことはなので何なんですかそれで。ということで4戦目の男気対決はトムさんの勝ちです。よし、なるほど。僕は失格的な的な感じですね。うん、まあ、でもそれはしゃあないです。まあ、それはあれはちょっとフェアじゃなかったんでね。うん、やった。はい、っていうことは今回ポイントはじゃあ67ポイント対66ポイントで留吉さんの勝ちです。よかったやん、よかったよかったやん、よかったよ。こういうの積み重ねですからね。まあでも、いや結構毎回だって俺分かったもん、人いっぱい来てるけどみんなスロット打ちすぎて俺に声かけてないもん。みんな朝でヘイヘイってやってて、みんなもう俺みたいなやつ、まあまあまあ、スロットに集中しちゃうから、ね、だからそこ、ね、もうルイは友を呼ぶわけですよ。だから声かけてください。そうですね、こいつに負ける、うん、ぜひぜひ、こいつに負けるが嫌でしょ。嫌でしょ、嫌でしょ、嫌でしょとか言うなよ。だって YouTube のコメントいっぱい書いてるもん。何トマキチなんかうざいとか書いてるやん。知らんがな、そいつの方がうざいわって。だからこいつに俺任すわけにいかないでしょ。そうだね、頼ます。まあもう僕もね、もっといい勝負したいんで、うん、今回の第4戦までの累計でトムさんが191ポイントさんが217ポイント。あ、まあまあ、あ、じゃあもう30もないんや。ない、26ポイント差ですね。あ、結構あれやね、もうほんまにいつ覆えるかわからんね。わからなくなったね。でも残り2回やって、うん、でもいよいよね、ちょっと突き放しにかからんとあかんし、まあそっから本気出すから。まあそうですね。で、そのセミファイナルっていうんですか、セミファイナル。ちょっと違うと思う。セミファイナルちょっとちゃうけど、他に言い方あんのかいな。最終決戦の前でしょ、次回が。はい、次回いつや。第5戦は2月25。何ヘラヘラしとんねん。え、2月25。なんか2月24いいな。なんか今まで結構来た日バラバラでしょ。そうやね、うん、ちょうど1ヶ月後。ちょうど1ヶ月後ぐらいになるのか。その間にまたゴキブリなんにならないとかいろいろ考えて。ほんまにあれはやめて。ちょっとほんまに手錠の上に何があるんかな。精神的にだいぶやられたから、もうほんまに。もうああいうことはやめていただきたい。まあ、まあ、また後でいっぱい出てくるから。精神的に追いやるとかほんまやめてください。荷物の中とか。もうそんなことはええわ。もうとりあえず、うん、俺はもうルールにのっとって勝ちますから。俺はルール破れて。ルール破りで勝っていくって。勝っていく。ほんまヒールやな。お前最低じゃん。うん、ルール破んな。こんなやつに勝たしてあかんのでね、会いに来て、ぜひとも声かけて。うん、ブレスレットね、
リストバンドね。リストバンドね。えらい高いものあげるな。僕からもらってくださいね。いや、こっちフリーズするから。マジで。せえへんせえへん。みんなフリーズしてるよ。だから、いないもん今。売ってるから、まあいいや。はい、もう1ヶ月間、1ヶ月かけて磨いとけ。ゴキブリ早く見つけて、残り。早く見つけてきて。次回またおもろいと思って縫い合わせてくんやろ、これ1回切ったそうで。切ってくるわ。アホか。首洗って待っとけよ。ゴキブリ見つけたな。ふざけんな、バカ。ゴキブリ見つけたな。どこに？背中に？知らねえよ。背中にバカって書いてるから。うるさい、バカ。国に帰れ。おい。よっぽどのことないと負けることないと思うんで、単純に今日も酒かっこらって、で明日もね、まあ二日酔いで行ったのかな、明日。おお熱い熱い、強気で挟むぞ挟むぞ挟むぞ、おっしゃこれ雑い、もういっちゃえ、まだよ、まだいけるやろ、まだいけるやろ。おお、あすげえ、サボアリだ、圧勝です。あー痛い。あ、ごめん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 、痛い、ごめんごめんごめん。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。